で、まあ、今回はちょっと上の方にタイトルも載っていると思うんですけども、売れてない、全員の全部の発信者がですね、勘違いしてうまくいっている人の真似方ということで、うん、ちょっと安さんと一緒にお話ししていけたらなと思っています。はい。はい。で、まあ、今回なんですけど、まあ、最近僕も生徒さんを見ていて、やっぱその新しく始められた方とか、最近まあちょこちょこと増えてきてて、やっぱその今までいろんな方を見てると、早くうまくいく人もいれば、なんかなかなかちょっとうまくいかないよっていう方もなんかいて、まあその、なんですかね、やっぱポイントつかむ人がうまい人と、なんかなかなか苦戦しちゃう人っているかなっていうふうに思っていて、まあそれって、まあ結局、まあ今回真似方って話になってくるんで、だからどこのポイント真似すればいいんだろうなとか、なんかそういう部分が、まあちょっと最初つかむ、まあ、ところの差なのかなっていうふうにと思っていて、で、まあ、実際ちょっと今回は安さんと一緒に、まあ、真似ってどういう観点で真似すればいいのとか、多分これ見てる方も、まあ、インスタでも、メインで発信されてると思うんですけど、なんか丸パクリするのは良くないなとか、でもじゃあ何発信すればいいのかなとか思ってる方も多いと思うので、なんか、まあ、ポイントっていうのはあんまないとは思うんですけども、ちょっと真似の仕方、ちょっとどういうところを考えていけばいいのかっていうのをちょっと一緒に話していけたらなと思っています。実際安さんどう思いますかね、なんか真似の仕方っていう、ので言うと、なんかさ、はい、インスタとか、まあ、全部そうだと思うんだけどさ、その パクるって丸パクリって、丸パクリってそれこそじゃプロフィール一緒にするとかさ、アイコン一緒にするとか、なんか LINE ね、プレゼント一緒にするとか、まあ、投稿も一緒にするとか、じゃん？一応丸パクリって。そうですね。でさ、まあ、一応はその表面的な部分は丸パクリできるかもしれないよね、一応。まあそうですね、まあ、見た目だけは、まあ同じようにすればいいだけだと思うんで。でしょ？でもまあ、結局まあそれって、まあ最終的にはきっとリスト取ったりしてさ、自分の商品売るんだろうけど。そうですね。そう、その時にさ、そのパクリ元の人、まあ、が、誰向けに発信してるとか、とかさ、その人がどういう考え方を持って発信してるのかとか、どういうコンセプトを持って発信してるのかとか、どういう過去があって発信してるのかとか、まあいろんなその人があるわけじゃん、もちろんだけど。そうですね。でもそこまでパクれないよねっていうのがそもそもあって、だから要はその、はい、お前どうやって女の子落として、なんて言って女の子落としたの、こうやって言った、じゃあ俺もやってみるわ、やってみたわってうまくいくのかって言ったらさ、そんな全然また別の話じゃないっていうのと一緒だと思っていて。そうですね、まあ、相手も違えば、まあ、そのいう言葉が自分の言葉じゃなかったら全然刺さないというか、うまくいかないですもんね。そうそう、だから多分なんか要はみんなのやってる真似って、どんな言葉を言ったのかと、どんな服装で言ったのかと、まあ、時間とか場所、まあなんかそのロケーションってか、ロケーションもだと思うし、あとそのどういう順序でこう、じゃデートならデートをやってったのかみたいなのをなんか真似してるだけだけど、ただいざじゃあ誰に言うのかだし、自分はじゃあどんな人間なのかみたいなとか、その相手から自分がどう思われてるのかっていうのは全然別の話じゃん、もう。そうですね。そうそうそう。それまでなんか全部作るのってすごい難しいと思ってて、だからなんか、その参考にするのは全然いいと思うんだけど、そしたらまず、丸パクリみたいな真似をするっていうのが、なんかその同じようにただやればいいのかって言ったら全然そんなことないっていうのをまずなんか理解しといた方がいいと思うよね。そうですね、まあ、今の例で言うとやっぱ丸パクリしたらそれは女の子を落とせないわなっていうのはすごい分かりやすかったんで、本当その通りだと思います、ね、そう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 。なんかでもなんかみんななんか他の人がどういうふうに発信してるんだろうっていうのすごく気にしてるし、すげえ気にしてるじゃん。でなんか他の人がどんなリールを出してるんだろうとか、どんなフィード出してるんだろうとかさ、どんなコンテンツなのかなとか、どんな動線で商品販売のところまで行ってんのかなとか、なんかすごいそういうのめっちゃ気にしてて、で、なんかじゃうまくいってる、じゃインスタの人たちのやつを見て、じゃあ同じようにやったらうまくいくのかなとか、同じような発言したらうまくいくのかなとか、なんかやってる気がすごいしてて、それは別にインスタ以外も全部そうだと思うんだけど、ただ話す人違うじゃんっていう、もう発信する人違うから、
さあもちろん参考にはできると思うけど、だって自分がその真似をする、じゃあなんか話をします、ライブ配信でも何でもコンテンツでもいいと思うけど、真似しますって言ってもさ、それが話してる人は話せても、もともとねパクリ元の人は話せても、自分が話せるかどうかって言ったらまた別の話だと思うし、うん、そうそうそう、で伝わり方もそうすると変わってくると思うからさ、結局なんか真似しようと思って真似がそもそもなんか現実的にできないよねみたいなのが結構なんか答えだと思ってて、そうですね、うん、確かに、そうそうそう、だけどなんかそういう表面上でなんか同じアイコンにするとかさ、同じ発信をするとか、それをやるとうまくいくって思ってると結構危険なんじゃないかなと思うよね。だから見た目一緒じゃん、うん、見た目が、あ、まあそうですね、そう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 、見た目が一緒だからなんかそういう感じでやればいいのかなとか、 X とかでもそうだと思うんだけどさ、なんか伸びてる人の発信あるじゃん、はい、ポストのそのポストを全く同じようなポストやれば伸びるのかみたいな、いや伸びんくないっていう、そうですね、確かに、でしょ、あとは、まあ、よくみんながやりがちなことで言うと、うん、そのみん、うん、まあ、うまくいってる人が発信しているプレゼントとかタイトルと全く同じものをやって、うん、やってみたけど全然結果出ないとかもやっぱりザラにあるので、それってやっぱ表面真似てるってことじゃないですか。まあそのもちろん影響力どんだけあるのかとか、フォロワー数何人いるのかとかによっても、やっぱあと普段発信してる内容によってもそう変わってくると思うんで、だからやっぱ表面だけ真似るって、まあ今で言うとそのプレゼント企画のタイトルだけ真似して出すっていうのもやっぱ違うなっていうのはすごく思いますね。そうだよね、そうだよね、そう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 、だからそれができてないというか人が多いので、なんか真似しようって思わない方がもういいと思ってて、なんかそういうのはもう結構どうでもいいのかなっていうふうに思ってるんですよね、うん、なんか参考にするっていうのはすごくいいことだと思う、参考にするとか、はい、なんかなんでその伸びたポストとか伸びたリールが伸びてるのか、その発信者だからなのか、その発信者でももちろん伸びないリールも当然あるわけじゃんね。じゃあ何が違うのかとか、リールってなんで伸びるのかとか、そもそも、うん。っていうのとかをちゃんとなんか考えてもらって、で、なんかその伸びた理由みたいなところをなんか自分に取り入れて、なんか自分なりの、自分の発信にこう合わせてやっていくみたいなのいいと思うんだけど、自分の発信取り入れるのはいいと思うけど、なんか丸伸びするのはもう結構、厳しいと思うし、結果出ない方向だから、やめた方がいいよねっていうのを、なんかもう最初に決めたことのが大事なんじゃないかなと思うよ。うん。うん、そうですね。まあ、よく真似しろみたいな話って、よく、まあ、聞くと思うし、うん、なんかみんなもそういうふうに思ってると思うんですけど、なんか真似をするなっていうのは結構斬新ですよね。あんま聞かないですよね、そもそもが。言わんね。うん。真似してくださいってやっぱ言うじゃないですか、やっぱ。言うね。うん。なんか真似をするなら徹底的100ゼロなんよね。もう100ゼロになっちゃう。100% 真似しないと、TTP 徹底的にパクれみたいなやつ昔流行ってたじゃんね。あ、ありましたね。徹底的になんよね。パクれじゃないよ。徹底的にっていうのがもう条件としてついちゃってるから、もう完璧に丸コピできるならいいけど、まあそれって現実的にやっぱ不可能だもんで、結局、だったらそういうその、なんだ、不具合のあるものをやるべきじゃないと思って、うん、ただ真似しようと思うと不具合でしかないじゃん、結局点は取れないというか、うん、そうですね、結局真似しようと思っても結果真似できないになっちゃうから、うん、で真似てるつもりでも真似できない、いや、やろうと思ってることができてない状態になるもんで、そうだからみんながあんまり実現できないようなこと、現実的に難しいことをやろうとしない方がいいよって思う、そもそもだって難しいんだから、ものすごく真似をすることってめっちゃむずいってことを覚えておいてほしいね。めっちゃむずいじゃん。そうですね、本当にどうやってやんのって、うん、全くその人になるというか、でも双子ですらも難しいじゃないですか、うん、言うなれば。そうだね、うんうん、だからやっぱ今おっしゃってるように、確かにその全く、まあ、100の状態真似するのは確かに今考えたら難しいですね。そう、無理なの、何なんか、じゃあなんかの俳優でもいいし、はい、その可愛いアイドルでもさ、韓国のあの可愛い女の子たちの免許真似するとかさ、女の子もやるじゃん、それは真似できるけど、その、なんか韓国の、じゃあ、そのなんか、可愛いそのアイドルたちみたいにはなれんや。そうですね。あれと一緒にはなれんわけで、結局。うん。うん、で、それでなんか、こう、私綺麗でしょ、みたいな感じで歩いてたら、わけわかんねえやつになるわけじゃん。そうですね。そう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 。でも私真似してるつもりだけどなって、いやいや、わけわかんねえやつだよねって思われるってしまうのと一緒で、やっぱり。はい。
発信の中でもすごい人になろうと近づくことはするんだけど、やっぱその本人にはなれないっていうか、めっちゃそっからすっごい大変じゃん。あのじゃあ韓国の綺麗なそのね、あのアイドルの子たちみたいになるには、じゃあ足もめっちゃ細いじゃん、超細いじゃん。そうですね、超細くて、なんか歌もやってダンスもやって、でもなんか言葉もできて、なんかいろんな気持ち買ってんだろう、なんか知らないことがすごくたくさんあるじゃん。知らないことがあるから、もう真似のしようがないよね。その化粧とかは真似できるのかもしれない。メイクは真似できてるとか、髪型とか服装とかダンスとか、なんかそういうのは真似できるかもしれんけど、じゃあ裏でどんな努力してるのかもう見えんわけで、結局。そうです、ね。これどういう動きしてるのかって見えないじゃん、裏のことだから。はい。うん。ってなると、なんか真似するってもうもはやもう、見えてるものしか真似できないからさ、やっぱり。やっぱり現実的にもう無理なんじゃないっていうのと一緒で、やっぱ優秀な、じゃあ、まあ、おさるさんとかでもそうだと思うし、別に他の人でもいいと思うんだけど、インスタのなんか有名な人とかでもいいと思うけど、裏でどんなことやってるの、何考えてるのかとか、どんな過去があって、どういう勉強してきたのかとか、全然見えなくないって、そんなの。そうですね。うん。だそれをなんか、真似しようみたいなのって無理じゃないって思うよね。どんなこと学んできて、いろんな失敗をしてきたからこそ今があるだろうし、その人たちも。だからなんかいろいろ話せると思うよね。うん、っていうのは無視して真似るはもうその人になるのは無理だからさ、うん、ってなると、まあ、参考にするのはめちゃくちゃいいと思うんだけど、そのなんか参考にするのはすごく大事だと思う。先人の知恵を借りるみたいな、すごく大事だと本当に思うんだけど、真似をしようって思っちゃダメだよねってなって思う。そのすごいハードな道のりを越えようと、真似するってすごい簡単そうじゃん。なんかそうですね、まず真似てみようみたいな、はい、言うじゃん。まずじゃねえんだよ、こない。まずじゃないよ。大変だよ。真似る。最上級に難しいんじゃないかな。真似るって、そもそも。うん。一番難しい行為な気がする。うん。だから、一番難しい、超きつい山登りしようとしなくても、そこなりの山、それなりのこう山に登ることはできるじゃん。それなりの高いところには行けるから、そっち目指した方が絶対いいよって思うよね。そうですね。まあなんかそこをちゃんと何ですか、その、うん、ここ行った方がいいよって言ってくれる人は確かあんまりいないので、なんかみんな確かにその完璧なものを作ろうって思って挫折するようなイメージはすごいありましたね。あ、そうそう、それか完璧だと思ってるけど全然完璧じゃない。あ、そうですね。そうだから真似とかって、真似できたとか思っても全然実は真似れてなかったりとかするから、うん、いやだって完コピーですとコピー用紙みたいな感じでピーってコピーして同じものが出てくる、それとも完璧なコピーだと思うのよ。そうですね。だから同じような結果出るし、同じものが排出されるわけじゃん。でもなんか真似てるんだけど思ったよりそうなれないみたいな、うん、ってことはなんかもうおかしいわけだよね、間違いなく。そうですね。そうそう、だから自分の理解できる範囲だけ真似するっていうのは真似じゃないから、うん、うん、だからなんかそれをやろうと思う方がやっぱり難しいよねって思うから、結局はやらない方が得なんじゃねえかなっていうふうに思う。だから真似しようと思っても実際超むずいし、真似するってまあ再現性がないし、うん、あとは真似してるわって自分だけが勘違いしてて、そんな真似してる、できてるって気分になるけど、実際は結果真似できてないから、やっぱり結果は出ないみたいな。どっちかのパターンにやっぱなっちゃう。まあ、乗って超しんどいよね。そう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 。どっちにしても。うん。これがなんか真似をしようとした結果の行く末というか。うん、そう、参考にするのはすごく大事だと思う。こういうとこ気を使ってるんだな。じゃあ私もこういうことは気を使おうとかっていうのは、参考にするのは絶対やるべきだと思う。マジで。これ、真似ると参考にするのは全然違う。ここを本当に勘違いしないでほしいなと思うんだけど、みんなにも。うん。ただ、真似しようとしない方が、メンタル的にも楽だし、結果も出やすいのかなって、もう思うよね。真似しようって思わないでほしい。うん、うん。ってのが、まあ、一番大事なのかなって僕は思ってるんですよね、まず。うん。うん、まあ、そうですね。そうそうそう。うん、確かに無理ですね。なんかその話を聞いてて、そのじゃあお猿さん出たと思うんですけど、じゃあお猿さんと同じように、うん、じゃあ自分が話せるのか、まあ、これ見てる人も同じように話せるのかっていったら結構難しいじゃないですか。あんな、なんかこうやってはっきりと話して、で英語もちゃんと話せるようにならないと、ああやってスラスラ話せないし、でだったらじゃあそういうビジネスに置き換えたらとか、いろんな分野に置き換えたらって考えたら、
やっぱできないなって思っちゃいますから、うん、だからやっぱその無理だなっていうのはすごい思いますね。そうそう、性格とかもあるじゃん、雰囲気とかも当然あるし、インスタとかの特に雰囲気とかもすごい重要になってくるじゃんね、やっぱり。うん、だから、はい、そういう意味でも真似のしようがない、やっぱ全く同じ人間っていないからさ、そもそもだけど、うん、だからやっぱり難しいよねっていう話だから、真似しようとしない方がまずいい、はい、いいです。うん、そうですね。っていうのはまず、理解してほしいなっていうのはすごく思うね。そうそう。で、その上で、じゃあどうすればいいのみたいな。どうすればいいのって話なんだけど、そう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 。別に真似じゃなくて、その人がどうやって稼ぎ取るのか。例えば、まあ、これビジネス系だと思うんで、その時お金を稼ぐって話になると思うんだけど、どうやってお金を稼いでるのかってことを分析した方がいいよ。何を話してるとかじゃなくて、まずどうやって分析してるのか、ああ、お金を稼いでるのかってことを分析する。例えば、インスタだったら、なんかライブ配信めっちゃやってるなとか、単純にね、ライブ配信やってるなとか、まあもちろんリストを取ってると思うから、まあプレゼント置いてるなとか、ハイライトなんか特典多いなとか、お客さん声とか色並べてるなとか、ね、リールはどんくらい投稿してんのかなとか、うん、で、リールの作り方とか、最後になんかやらせてるのかなとか、リールのキャプションどうやって書いてんのかなとか、っていうのをどうやってるのかなみたいなやつはまず見ていって、あ、じゃあなんかリールはこんな感じで頑張って、なんかすごいやってるんだな、みたいな。で、キャプションもこういうのなんか気をつけて書いてるんだな、とか、っていうのなんかやってんだな、とか、週に何回ぐらいリール出してんだな、っていうそういうのをまず覚えていって、うん、うん、それと同じ基準でやる。うん、同じ基準でやることだと思うよね。だし、ライブ配信とかも、なんか同じタイトルとかを別に話す必要はなくて、まあそもそもライブ配信やってるんだって思った時に、ライブ配信なんてやってるんだろうって話になってくるね。うん。うん。ってなると、まあ見てる人に自分のことを知ってもらったりとか、自分のすごい部分をこう見てもらえるというか、理解してもらって、まあファンになってもらうだったりとか、まあ、いろいろあるよね。体験してもらうじゃないけども、その自分の凄さを体験してもらう機会でもあるかもしれないし、それは。うん。とか、まあ、相手のね、頭の中にこう残す、印象として残すみたいな効果もあるだろうし、うん。まあ、そんなようなことのためにきっとライブ配信ってあるんだよね、みたいなね。うん。じゃあ、自分もそういうことを目的としてやったらいいんじゃないのかなっていうのを、なんか考えてみる。で、なんかやってみる。で、内容も見てる人に刺さる内容じゃないと意味ないわけで、うん、そうですね、うん、そうそうそう。だ、自分が例えば男性に向けて発信をしてるけど、参考にする人は女性に向けて発信してたら内容は違うだろうし、やっぱり、うん、そうですね、うん、そうそうそう。だからそこはやっぱり考えていかなきゃいけない部分だったりすると思うから。でもまあ一応なんかライブ配信をやって、なんか見てる人に喜んでもらったりとか、おーってすごいと思ってもらえてるんだろうね、この人は、みたいな。で、そうすると、まあ、LINE とかでプレゼントとか配ってるんで、とか言って、あ、こうやって LINE 誘導してくんだな、みたいな。よしよし、わかったわかった。じゃあ、次はこの人をこう、LINE に誘導されているお客さんに自分もなって、LINE 登録してみよう、G 登録してみたら、べーなんかいろいろ送られてきて、おー、なんかこんなたくさん送られてくるんだ、みたいな。次何が起こるんだろう。あ、個別相談のなんかオファーが来た、みたいな。行ってみよう、こっち。うん、あ、で、こうやって個別相談ってやるんだ。なるほど。じゃあ自分だったらどうやってやるんだろうなって考えていくみたいなことをやっていくしかやっぱなくて、なんかこれも一緒だと思ってて、じゃあどんなライブ配信すればいいですかとか、どんなプレゼントだったらいいですかとか、何を個別相談で言えばいいですかとか、なんかその答えを求めに行ったら、さっきと一緒でやっぱないわけでさ、その、どんな言葉を言ったら女の人は全員落とせるんですかって言われてるのとすごい近いと思っていて、 100% 女性を口説ける一言告白みたいな、そういうのないじゃんみたいな。どう考えたって人によるし、はい、言う人にもよるし、言われるやつにも当然よるわけだって。うん、だけどなんかそれをもう求めるっていうのは、それを求めてることになるわけじゃん。そうですね、ね、絶対に落とせる。あ、そう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 、惚れ薬みたいなやつをなんか、永遠に探し求めてる人みたいになっちゃうわけ。惚れ薬はないからさ。そうですね、ないですね。そう、あ、ありゃいいけどさ、はい、
ないからさ、そんでそれでなんかおほおほってさまよってるみたいな感じで、そのさまよってる間に結局そのさまよってる間に何も成果がないわけだからさ、だからずっとなんかおーってさまよい続けて、もう1年経ちましたみたいな、でも疲れちゃってやりたくないっていうようなこう末路になっていってしまう、うん、からなんかあのそういうことではなくて、そういうことではなくて、お客さんが惚れてもらえる人になりなさいんだもんで、要は、うん、そうですね、うん、まあ一番早いですね、それが。そう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 。じゃあそれってもうみんなさ、きっと好かれてるわけじゃん、その売れてる方たちとかは。じゃあなんで売れてるんだろうな、なんで好かれてんだろうなってことを考えて、自分をちょっとチャレンジしてみるだったりとか、やればいいのよね、別に。その失敗とかなんて別に、特にコンテンツ販売やってる人多いと思うからさ、自分でコンテンツ作ってなんかやってる人多いと思うから、なんかあんまり別にそんなね、マイナスになることは別にないし、いろいろやってみればいいよね。やってみやん。そうそう。で、なんか、そう、この前コンサルしててさ、で最近いろんなところでこれ言うんだけど、はい、みんなさ、やらなきゃいけないことが何か聞いてくるじゃん。そうですね。さっき言ったみたいに、なんて書いたらいいですか、なんて言ったらいいですか、みたいな。ってことを聞いてくるんだけど、やっぱりそれに答えなくて、僕がよく言ってるのは、その、やっちゃいけないことはあるけど、うん、やっちゃいけないことは絶対あると思う。例えば、その、人の悪口めちゃくちゃ言うとかさ、汚いもの見せるとか、嘘つくとか、ね、騙すみたいなね、こととかはやっちゃいけないことだと思うの、本当にね。そうです、ね。だから、そう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 、うん、やらなくていいと。それやっちゃダメだからやっちゃダメ。でも、それ以外のことは結構何でもやってよくて、なんか、ライブ配信がさ、やっぱインスタなんかこう、やった方がいいみたいなのあるじゃん。あ、そうですね。別にさ、ライブ配信じゃなくてもいいんよね、その苦手だったら。なんかフィードも投稿しようみたいな、まあ、みんな頑張ってフィードも投稿してる気がするけどさ、フィードは作るの苦手な人は3つぐらいでもいいと思うし、極論フィードなしでも何とでもなるし、そうそうそう、だそれも一緒でさ、結局その絶対的な答えはないんよね。なので言ったらもうインスタ伸ばすしたい人全員ライブやってる状態になるわけであって、そうですね、そうそうそう、で別に伸びてる人にライブ配信やってない人はいるし、全然リール出してる人出してない人いろいろいるだろうし、そうだからなんか正解をあまりにも求めすぎないっていうのはめっちゃ大事なのかなって思うよね。てか何でもある程度正解にできるから、やってみた方がいいと思うよね。うん、そう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 、だから別にストーリーだけとかでも全然いいと思うし、DM だけでも全然いいと思うし、 DM だけで売り上げ上がってる人とか全然いるしさ、そうですね、そうそう、5000万とか上がってる人いるから、DM だけでも、できるんよ、別に。うん。別にそれ特別じゃない、やってる人のが多いか少ないかみたいな問題はあると思うよ。ライブ配信やってる人のが多いと思う、インスタの中だったら。そうですね。そうそう、多い人が別に正解じゃない、じゃん、うん。はい。うん、別に。それこそ別にさ、みんななんかネットのさ、インスタ上で、例えばじゃあお金稼ぎたいなって思ってる人に対してインスタマーケの講座売りたいみたいな人多いじゃん。はい。え、絶対さ、普通にさ、ファックスとかさ、中小企業にさ、ベーって出してさ、インスタアカウント作ってあげますみたいな、運用しますって言ってさ、やらいやんって思わない？ファックスガーッ出して。うん、そうですね。そしたら、そうそうそう、インスタにいる人たちはインスタのこと詳しく見てるし、リテラシー高いけど、そうじゃない人たちは全然よくわかんないから、一回話聞いてみようかなとか、アカウント作ってくれるならただで作ってくれるならちょっとやってもらおうかなとかなるじゃん、うん、そうですね、そうそうそう、そういうところで代行取ったりとかもできるし、じゃあコンサルも取れるだろうし、別にパソコン教室と一緒でさ、ようやってることって、うんうん、おじいちゃんおばあちゃんに向けてワードとかさ、エクセルのやり方教えてるわけじゃん。そうですね。そう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 。だから別になんか絶対ライブ配信で、毎日ストーリーは更新して、絶対 LINE があって、絶対コンテンツが置いてあって、絶対個別相談会して、絶対売るみたいな、なんかもう、その全部絶対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 ってすごいあるけど、そんなことはないよねっていう、別に何やってもいいのよっていうね。とにかく人が集めれれば何でもいいし、で、なんか販売行為があればよくて、で、そこに商品が自分の商品とかね、自分の商品の方が利益率が高いから、まあ、アフィリエイトでもいいと思うけど、なんか商品があれば売り上げ上がるんですよ。
人がいて、商品がそこに販売行為があれば売り上げ上がるわけなんで、それだけを考えたらどうしようね、なんか。まず。うん。ってことを、なんか普通念頭にやってもらえたら、うまくいくし、なんか迷路にならない、なんか迷路の迷子にならないから、なんか僕はそういうふうに、もうちょっとこう、視野を広く、なんか凝り固まらずに、やってほしいな、ってすごく思うっすね。なんか、二三市のなんか起業家の、女性起業家みたいなところでもなんか自由に過ごせるみたいな、わかんないけど、ね、自分らしく生きれるみたいな、そんななんかキャッチコピーばっかりだしさ。あ、そうですね、よく見ますね。一人二人ならいいと思うよ、珍しいから。で、みんなそれ言ったってさ、なんかつまんないじゃん。そうですね。そうそう。誰がどう違うのみたいになってくるし、やっぱそのお客さんの目線からするとさ、その人のこと知ってたら、性格とか知ってたら別だと思うけど、パッて見たときに、わかんないじゃん、そんなの。そうですね。うん。でもなんかそうした方が良さそうな雰囲気が、真似をしようとすることによって出てくるんだろうな。そうですね、確かに真似をすると増えますよね。なんか軒並みみんな同じことを言い出すってことになって、なんか面白くないですよね、そうすると。そうじゃあお客さんから見た時にどれも一緒だから、まあじゃあなんかまあいいかなっちゃうだろうし、それで一個みんな青色みたいな、でもそれで一個全然違う発信をパコーンってしてて、うん、僕赤色ですって言ったら赤の人めっちゃ目立つやんってなるから、ちょっとあの人の話聞いてみようかなってやっぱなりるし、普通にこうなるためにも、いやもう同系ばっかりならないために、そもそも真似をするべきじゃない、うん、そうそう。でなんかみんな視野がめっちゃ狭いから、考え方としてはやっちゃいけないことはあるけども、それ以外はやってもいいよっていうような考え方を持つべきだと思う。 DM でも売り上げ上がってるし、ディールでも売り上げ上がってるし、ライブ配信でも当然上がってるし、ライブなしでストーリーだけでも上がってるし、アフィリエイトでも上がってるし、コンテンツ販売でも上がってるし、それから高単価であれ、少額であれ、もちろん上がってるし、自動化もしてもいいし、しなくても両方とも売り上げ上がってるでしょ。山ほどもどのやり方でもいるから、そうそうそう。なんかそういうことを、なんか皆さんはまず気づいてもらうべきなのかな。まあその中で、ね、第一章みたいな、ありおすすめとか、やりやすさとか、まず最初の初心者はこっちからやった方がいいんじゃないのとかっていうのはもちろんあるけども、ただ、その全部、絶対これっていうのでも別にないし、これ絶対やっちゃダメってことも別にないわけだから、なんかそういう、まず考え方を持った方がいいと。じゃないと視野がもう狭くなって、もうこれしかやれないみたいになっちゃうと、全然インプットもできなくなるし、そう、この先もついていけんくなっちゃう。やっぱり、そのやり方しかなんかダメなんだろうな、みたいなことになると、いろいろアルゴリズム変わったりするしさ、SNS もどんどん進化していくわけだからさ、そうですね。変わっていくじゃん。なんかそういうのにもなんか対応できなくなっちゃうよねって思うと、なんか今結構やばいんじゃないのみたいな、みんな金太郎飴みたいなことになってるじゃん。はい。もう金太郎祭りのパンパンパン、もう全部同じ投資が出てこないみたいな状態になってるから、だからそしたらなんかちょっと泥臭くてなんか変な不細工の飴でも、一個だけポコンってあった方が絶対目立つし、それはこといいなと思う人は絶対いるから、なんか僕はそういうふうに皆さん取り組んでいった方がビジネスはうまくいくのかなって思う。まあ、なんで、だから、なんか、それこそうまくいってる人、真似方ってとこで言うと、真似してない、みんな。参考にしてることは当然あると思うけど、なんか真似しようっていうような、なんかマインドで、そもそもうまくいってる人は言ってない、やってないかなってのは思うんですね。うまくいってる人ってみんなさ、近しいような感じだけどさ、みんななんかちょっと色があってさ、違うじゃん。結局そうですね。だからそうならなあかんけど、だからみんな金太郎飴になったらあかんよっていう話ですね。そうですね。もっと自由度高くやった方が面白くないって思う、なんかビジネスそもそも。って思う、なんか書くのが得意な人、さあ別にインスタでもさ、書きゃ一品で別に売ることができるから、インスタなんて全然ライブ配信なんかなくても。できるから、その人はそうやってやればいいと思うし、話すのが大好き、得意っていう人はインスタライブやればいいと思うし、YouTube もやってもいいと思うし、別に YouTube だって絶対企画みたいにしなあかんわけでもないし、そうですね、テロップなしでも全然売れてる人は売れてるし、いいのよっていうね、なんか、そうそう、それをなんか、絶対これ嫌いみたいなやり方で、これしかダメみたいになっちゃうと、
すごいつまんなくなっていくんだろうなって思うんですね。チャレンジもできなくなっちゃうからね。まあ、そうですね。まあ、今みたいな視野を、まあ、みんな持ってなかったりもするんで、だからチャレンジしようとも思えてないのかなっていうのはちょっと思っちゃいましたね、今。ああ、なるほどね。そもそも何をチャレンジしていいか分かんない、目の前になんか道があんまりなくて一本しか見えてないけど、なんか実はたくさんあるんだよってことを知らないと挑戦しできないじゃないですか。うんうんうん、だその道をまず知らなかったよねっていうの、なんか今回のライブを聞いて、あ、そんないろんな道もあるんだっていう、なんかきっかけになったらすごいいいなとも思いました、ね。うんうんうん、そうだね、あ、そうだと思う、そうだと思う。道はたくさんあるから、道あるんやみたいな、他にも全然やり方あるんだっていうのをなんか知ってもらって、なんか僕それこそさ、僕らもコンサルとかだとさ、別にその人のやり方によって広告使ったりとか使わなかったりとか、うん、言ってるじゃん、なんかいろんな形で、そうで、ね、そうじゃないとやっぱその人にとっての特性とかもやっぱあるしさ、発信する内容も当然あるし、みんながみんな絶対インスタでとか X でとかじゃなくて、別に他のところでリスト取ることも全然できるからさ、うん、そう、なんかいろんなやり方あるっていうなんか認識を持ってもらって、なんかやっちゃいけないことはあるけどそれ以外 OK みたいな、あの感覚でいてもらうと視野がわーって広がってくるから、あんなとこにも道あるじゃんとか、うん、こんなことにもなんか道あるじゃんみたいになると、なんかもうちょっと変わってくるのかなっていうのは思うんですよね、うん、そうですね。なんか最近思ったのが、やっぱ先入観ってあの持ってたらダメだなっていうのをすごく思ったんですけど、今の道の話で、うんうん、あの、うん、最近あのインスタ頑張ってる女の子いるじゃないですか、コミュニケーションの、うんうんうん、でも、うんうん、実際当たったのって YouTube だったわけじゃないですか、うん、YouTube ってなんかみんな難しいっていう印象ってあると思うんですけど、でも一番リスト入ってきてるのって今 YouTube だったりもしますし、ね、うん、なんかそんなうまく喋ってるわけじゃないけど、一番最初に出した、まあ、相対的に見て平たくそなあの、うんうん、だと思うその動画でも、うん、何万回再生、なんか 4,5 万くらいやっぱ再生されてたりもするんで、なんか意外とそういうすごいハキハキ喋んないといけないとか、なんかすごい、うんうんうん、なんすか、そのテロップガンガン言わないといけないとかじゃなくて、もうなんかガーンって伸びてるんで、うんうん、そういう道もあの先入観なく、なんか YouTube って難しいんだとか、まずやってみてもいいのかなと思いますね。そしたら意外と、ね、あ、なんかめっちゃ伸びたとか、そういう風になりますし、うん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 、っていうのは今思ってましたね。そうだね、そうだね。まあ、一個はむずいなってやっぱ思うのが、結局さ、それもさ、こういう話し方は気をつけてねみたいなあるじゃん。あ、そうです、ね。要は、そう、自分は例えばその話すのが苦手って思ってても、それは実は、よく見える場合も当然あるわけ。つまり、話すことが苦手ということが、ビジネス的にはすごい優位になる場合もあって、そうだ、それはあえてなんかごまかそうとしない方がいいパターンもあるわけだから、優位になるわけだから。あ、そうです、ね。でも自分の中では苦手だけど、優位になるわけだから、ごまかしちゃいけないと。なんか、もうバキって目バキバキにして、なんかもうバチーンってなんかもう超暗記して喋るみたいなことをやるよりも、なんかつまりつまりで全然いいし、練習とかするよりも一発本番出しの方が良かったりとか、することもやっぱあるわけじゃん。そうですね。だって優位なものが消えちゃうの、本人は優位だと思ってないだけだって、ビジネス的にはすごくいいもの。うん。なんか、そういうの分別みたいなやつをしてもらうっていうのはいるのかもしれない。そもそも。ああ、それ結構難しいですよね。そう。それって何が武器なのかって話じゃないですか。自分のなんかいいところ、武器みたいな。ターゲットに対する。もちろんターゲットとかジャンルによっても違ってくるわけじゃないですか。例えば、じゃあビジネス系だったら、なんかたどたどしく喋ったら、他の発信者に比べたら、なんか、あの劣ってるって見られちゃって良くないよって話になると思うんですけど、うん、違う分野だったらそれが優位になるっていう、なんかこういうパターンもあるじゃないですか。あるあるある、うん、それちょっと難しいですよね、うん、それを、まあ、見極めるみたいな話になっちゃうと思うんで、うん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 、まあでもそれはね、まあ僕よくそういうアドバイスすることが多いからだかもしれないけど、みんなそのやっぱ分かってないからさ、その分かるわけないよね、その話すのが下手なのが武器になるとか言われても、それ分かってる人って結構ちゃんとしてその理解できてる。そうですね、
そもそも、うん、だからなんかちょっと知ってるよねみたいなふうになると思うんだけど、ただそれでもだから難しいわけ、やっぱその何も知らない状態とか初心者の状態とかでそれを理解するのってやっぱり難しいから、それは結局その知恵を借りないと難しいんじゃないかなって気はする。なんかあの、何でもなんか自分で見にやろうとするんだけど、あの今わからないことは100年後もわかんないから、はい、そうですね、その誰かから力を借りたりとか、何で見て本読むでもいいしな、こういうライブ配信なんか適当に聞いてへーって思うでも何でもいいんだけど、別に何でもいいんだけど、誰かしらから何かしら聞くとか、外から何かしらはさすがにインプットしないと、もう永遠に自分でこうやってうわーって考え続けても、電もは電、なんかいきなりなんかポルトガル語のなんか難しい話してみたいな、うん、ポルトガルの語にて日常会話してとか言われてるのに近いような気がしてて、そうだなって考えても出んのよって一生、うん、そうですね、そう、それやるならポルトガル語の教科書をもらってみて、あ、日常会話かって言うんだねみたいな、じゃあやってみるってことができるわけじゃん結局。そうだから今のそのじゃあ自分の得意分野とかこういう表現とかしていけば、あの、まあ、売れやすいよとか、こういうターゲットの人にはこういうものは結構武器になると思うからみたいなのって多分、うん、教わんないと無理だ、もうそれは無理だと。それが活用できてるんだったらもうビジネス活かしてるだろうし、なんかには活かせてて、なんかちょっとした結果も出てると思うから、うん、でもただみんなそういうのはみんな必ずある、うん、必ずあるので、なんかそういったものをこう見極めてもらうことはちょっとした方がいいかもしれない、うん、そうですよね。友達と喋ってる中でもやっぱり自分はなんかいいと思ってなかったけど、なんか他の人が見たら、うん、じゃあ石本ってこうだよねとか、なんかそういう他の人が気づくいいところってやっぱたくさんあるじゃないですか、日常生活の中でも、うんうんうん、だから自分じゃ気づかないけど他の人が見たらっていうのはやっぱたくさんあるっていうのは結構皆さんもわかると思うんで、なんかそうやって、まあ見染められるみたいな、なんか見てもらうみたいなのはすごい必要だなと思います、うん、そうそうそう、まあ、昔は僕あの就活系やってたじゃない、就活系でも5000リストぐらい取ってやってたんですけども、それもまあ、就活生じゃん、はい、見てる人5000リストいて、でその人たちが一番悩んでるのは何かっていうと自己分析なんよね。まあ難しいですよね、僕も迷子になりました最初。そうだよね、みんなそうなるじゃん、はい、やっぱり自分のことをもともとどんな人間かって考えてるタイプの人じゃないと自己分析って無理じゃん。だからもうみんなから毎回ヒアリングそもそもしてるとかね、うん、俺ってどんな人だと思うみたいなことをなんか日々やってたりとか、もともとねっていう人は分かると思うけど、ほとんどの出来の人が悩んでるのがもう自己分析、ほとんどもうなんか 70% がとかじゃなくて、もうほとんどの人が自己分析がそもそもできてないし、やり方も分かんないし悩んでるわけだから、そのなんか自分の得意なこととか誰と相性がいいのかなんて分かんないよねそもそもね、うん、でなんか真似するけど自分の相性がいい人とその真似した人の相性とまた相性がいい人とは全然違ったりするわけだから、そうですね、自分はね男の人の相性いいけど真似する人は女の人と相性がいいだったらもう同じことだともう全然ダメなわけで、結局そうそう、だからなんかそういうのもちゃんと見てもらうというかっていうのはまあした方がいい。そのぐらいみんな分かってないし、分かるものでもないかなって思うんで、うん、こう生活してきてそんな風なこと考えるタイミングだと、就活ぐらいしかないからさ。そうですね。人生レベルでそこしかないですね。そうそう。俺ってどんな人なのかな、考えないじゃん、なかなか。はい。そうそうそう。うん。だからその部分が結構バチって決まってくると、あ、確かになっていろいろ分かってきて、自信持って自分の発信ができるし、なんか話すのが苦手でも、話していいんだとか、自分全然顔が、俺ら別に俺はイケメンじゃないけども、その、なんか顔出しみたいな、顔かっこよくないし、じゃなくても、別にこういう人には別にいいと思うよっていうのもあるだろうし、そうそうそう、なんか別にそういうのをこう、パコーンってちょっと一個理解できると、自信持って発信もできるようになるし、自信持ってこうライブ配信ができたりとか、いろんなことがどん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 できるようになって、めっちゃ道が広がるから、それは聞いた方がいいかも。別に石本くんに聞いてもいいと思うし、なんかわかんないじゃん、石本くん経由で僕に聞いてもいいと思うし、一応僕らはそんな長い間も結構いろんな、もうマジでビジネス経営とかも死ぬほどいろんなジャンルをやってるから、そうです、ね。そうそうそう。だから、そういうのはめちゃくちゃ得意なんで、なんか巷で残ってるその、何なんかビジネス系だけとかさ、なんか多いじゃん、なんか丸々ビジネス系と
なんだ、なんかヒーリング、なんかそっち系、スピ系と、はい、なんか多くのそういう人たちばっかり。そうですね。そう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 。なんか、で、それでビジネス系の人は、なんかその同じプラットフォームにいる人か、まあ、インスタ X の間のどっちかみたいなところをお客さんにするみたいなことばっかりやってるじゃん。もういい、いい、そんなんやらなくていいからって思うんだよね。そういうのが苦手な人もいるしさ。そうそうそう。だそれは、ちょっとなんか見てもらって、正しいアドバイスをもらった方がいいかなって思う。その上で、別に、そのさっき最初言ってるみたいに、間にしようとするんじゃなくて、その自分っていうのをちゃんと一個、ちゃんと軸として持ってもらって、そっからじゃあどうやって人を集めて、こう、自分の中でやりやすいやり方で、どうやって人を集めようってことをやっていった方が、もう絶対うまくいく。マジで。うん、その方が誰かに真似されることもないし、なんか無理して疲れちゃったってこともなくなるし、やっぱ自分に適正だから、適正があるからちゃんと適切な、まあ、自分に合ったやり方なんで、なんかそういう方向で考えてもらうと、まあ、もっとみんななんかハッピーにビジネスやれるのかなってな、思うっすね。ちょっとわーってなんか喋ってましたけど、もう結構な時間経ってるよね、はい。そうなんですよね。いつの間にか45分ぐらい。やばいやばい、30分ぐらいで終わるんだと思ってた。僕もそう思ってました。確かにちょっと僕もいろいろ話しちゃって、いろんな方向行っちゃったと思うんですけども。ね、ねっていうことかなと僕は思いました。はい、今回の話はなんかそういう話で、なんかどうしたらうまくいくのかみたいなところの、ノウハウっていうよりも方向性みたいな話の方がいいかなと思ったんで。うん、そうですね。まあ、まず一旦この方向性をちゃんとなんか理解することができたら、うんうん、もうそっち行ったら、あの、ガキがあるみたいな、落とし穴があるって分かったら、そっち行かなくなっちゃうと思うんで、なんかうまくいかない人って、なんか何度もそっち行こう行こうみたいな、なんか一回ミスったとしても落ちたとしてもまた行こうとしちゃうことが多いなと思ったんで、確かに、うんうん、なんかそこ行っちゃダメだ、もう通行止めですみたいな感じでも考えてもらって、うんうんうん、じゃあ真似ダメなんだと。じゃあ参考にするっていう方向性にちょっと歩んでってもらえたらなっていうことをすると、ちょっと一歩ずつうまくいっていくね、うん、これが積み上げかなって僕ちょっと思ってるんで、そうだね、みんな積み上げてると思ってもまた同じことやっちゃうんで、なかなか積んでいけないというか、なので、ね、うんうんうん、まあ、今回この配信見てもらって真似じゃなくてまず参考にするっていうところで、また自分のまあ強みというかそういうのはなかなか分かんないので、もしよかったらなんか、うん、あの僕のインスタに確かリンク載っけておるいると思うんで、あの LINE のリンクなんかもし聞きたいなって方は聞いてもらっても全然いいですし、うん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 、でなんかいいんじゃないかなというふうに思います、ね、はい、そうですね。 あとあれ、そうそう、あのだからやっちゃいけないことはあるけども、やらなきゃいけないこと別にそんなないし、うん、もっと視野広く自由にやって全然構わないまして、うん、そうですね、うん、そう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 っていうなんかマインドで気持ちでやってほしいですね、うん、がんじがらめだとマジで面倒くさくなるし、うん、嫌なことやりたくねえとかなるから、そうですね、そうそうそう、ちょっとそれは覚えておいてほしいなとは思うんですね。みんな頑張ってほしいなと 思いますから、もちろん、うん、ですね、うんうんうん、まあやり方っていっぱいあるよって話で、なんか集客もなんか最近勉強した70、80ぐらい集客のやり方があるとか聞いたり、なんかそういうのもたくさんやっぱ種類があるんで、なんか今やってるやり方じゃなくてもいいよっていうのは、うん、なんか思う、うまくいってない人がそう思うと結構気が楽になるかなと思うので、まあ、そういうのもなんかもしよかったらシェアすることもどっかやってもいいかなと思ってるんで、また楽しみにしておいてください、うんうん、はいはい、そしたらじゃあちょっと長くなっちゃったんですけど、あのこれで終わりにしようかなと思います。はい、はい、わかりました。まあ LINE じゃなくても DM でも全然あのいいので、なんかあったらあの感想とかあと、まあ、連絡とかしてもらえたらなと思っています。はい、はい、では最後まで見ていただきましてありがとうございました。終わります。はい、あ、お疲れ様です。お疲れ様です。はーい。